はい、スガイです。今日のテーマは SNS でダメ起業家が陥る逆効果ブランディングとはということでお送りしていきたいと思います。まあ、今日はですね、この逆効果ブランディングってことについてお話ししたいと思うんですけども、まあ、あんまりね、聞く言葉じゃないかもしれないんですけども、まあ、それもね、そのはずで、まあ、僕がね、今日思いついた言葉なんで、まあ、当然かと思うんですけども、なんでね、今日この話をしようかなっていうふうに思ったかっていうと、まあ、最近ですね、このブランディングっていうのを意識している方っていうのが非常に多いと思うんですよね。で、起業家とか経営者でも、やっぱり、例えば YouTube であるとか、動画広告であるとか、まあ、SNS とか、まあ、動画とかで、まあ、直接ね、夜中に露出していって、まあ、そこでブランディングをしていこうとか、まあ、そこでね、まあ、僕がね、普段いろんな方にお教えしているように、まあ、認知を広めていったりとか、まあ、ファンになってくれるようなね、まあ、良質なね、お客さんをどんどん増やしていこうとか、まあ、そういうことをね、やっていきたいっていう人が、まあ、非常に今って多くなってきているんで、まあ、自然的にですね、自分自身の個人ブランディングであるとか、まあ、あるいは自分がやってるビジネスとかね、商品サービスのブランディングっていうのを、まあ、考えていかざるを得ないというか、まあ、成果を出していく上では、まあ、避けては通れない部分だっていうのをね、まあ、皆さん、まあ、かなりね、分かってきてるんで、まあ、取り組まれている方多いと思うんですけども、まあ、ただですね、僕もいろんな方のね、情報発信とか、まあ、ファン作りのためのね、SNS での発信とかね、まあ、いろんな媒体での発信を見てきている中で、それって本当に意味あるのかなとか、効果的なのかなって思うことって、まあ、非常に多かったりするんですよね。まあ、もちろんブランディングうまくやって、まあ、それがね、成果に結びついているっていう人ももちろんね、いらっしゃったりしますけれども、まあ、一方でですね、いくらね、SNS で頑張ってね、情報発信しても、なんだかね、ブランドがちっともね、向上していかないとか、ブランディングが全然できていかないとかっていう人も結構いらっしゃるんですよね。で、まあ、その違いがどこで生まれるのかっていうね、そこのところって、まあ、非常に重要だと思うんで、まあ、今日はね、それのお話をしたいと思ってますので、まあ、最後までしっかり聞いていただけたらと思います。まあ、単刀直入に言っちゃうと、間違った考えのもとで、間違ったブランディングの作業をですね、いくら繰り返しても、その人がブランディングされていくってことはないんですよね。で、まあ、これは間違ったまんまで、時間とか動力をどんどんね、ドブに捨ててしまっているっていう人が、まあ、本当に多いんで、まあ、それを続けていく限りですね、まあ、そのご本人がブランドとして認知されることはありませんし、むしろですね、そんなことをやっているなんて、まあ、逆効果になっているっていうパターンも多々見られるんで、まあ、このね、今日お伝えする大事なポイントっていうのをね、ちゃんと把握するかどうかっていうので、まあ、天と地ほどのね、これからの差が生まれてくると思いますので、ぜひですね、最後までしっかり聞いていただけたらと思います。で、僕の YouTube チャンネルではビジネスでね、大きな成果を出していくための大事なお話をどんどん配信していますので、まだね、チャンネル登録してないという方はね、右下の赤いチャンネル登録ボタンの方を押して今すぐ登録しておいていただけたらと思います。まあ、その備えのね、お知らせのベルマークの方もね、ぜひクリックしておいていただけたらと思います。あと今日のお話がね、役に立ったよ、良かったよっていうことでしたら、親指マークのね、高評価ボタンもぜひ押していただきたいのと、コメントをね、いただけると大変ね、励みになって嬉しいんで、まあ、ぜひね、そちらもお寄せいただけたらと思います。あとですね、僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報をどんどん配信していますので、下のね、概要欄の方にメルマガ登録方面の URL がありますので、そちらの方からね、あなたのメールアドレスを登録しておいていただけたらと思います。今登録しますと無料の動画講座の方もね、プレゼントしておりまして、集客やね、売上アップをどんどん実現していく、まあ、動画マーケティングのね、重要ポイントについて公開していますので、そちらもね、ぜひお役立ていただけたらと思います。それではですね、今日の本題に入っていきたいと思うんですけども、まずですね、この逆効果ブランディングっていうのの、まあ、典型といいますか、どういうところがね、うまくいかない人が間違ってしまっているポイントなのかっていう、そこからね、入っていきたいと思うんですけども、それはですね、まずこちらなんですけども、まあ、陥りがちな逆効果ブランディングってことでね、まあ、いくつかね、例を挙げてみましたけれども、まあ、ちょっとね、まず先に読んでいきますと、まあ、まずね、中身のないキラキラブランディング、それから贅沢品ブランド品のただの見せびらかし、それから儲かってないのに暇な行動ということでね、言ってますけれども、まあ、最初に言っておくと、まあ、SNS でね、素敵な写真とかね、絵とか状況を見せていくことがダメだって言っているわけじゃないんですよね。それはね、誤解しないでほしいんですけれども、まあ、美味しいものを食べに行ったりとかですね、仲間と盛り上がったりとか、素敵なね、風景とか旅行先で写真撮ってアップしてみんなとね、共有したりとか、まあ、こういうことっていうのは全然悪くないどころか、すごく素晴らしいことだと思うんですけども、ただですね、その注意してほしいのは、
まあ、そういう気持ちじゃなくって単にちょっとこうブランド品であるとか、まあ、高級品であるとかっていうのを写真で見せたらブランディングができるんじゃないかっていうふうになんか誤解して、そういうのをね見せることがブランディングだと思っているっていうのがあるとしたら、まあそういうやり方もあるかもしれないですけれども、まあ、ブランディングとしては本当のブランディングにはそれはならないんじゃないかなっていうのが、まあ、僕が思う部分なんですよね。もちろんね、自分の好きなものとか好きな人とか好きなお店であるとか好きな旅行先であるとかっていうのを、まあ、自分のね SNS の仲間と共有したいっていうのは、まあ、別にそれは全然いいと思うんですけども、まあ、ブランディングのためにそれをやってってるっていう時は、まあ、それはあくまでも演出の一部っていうか、まあ、そこが目的じゃなくって、もしそれがですね、まあ、自己演出のためにね大事なことだとしてもですよ、まあ、大事なことはもっと他にもあって、そっちの方がね本当は大事だよっていうことに気がついた上で、まあ、一つのね雰囲気作りとか空気作りとか、まあ、ライフスタイルの表現であるとか、そういう広い視野だったらいいんですけども、単に何かね贅沢品の消費活動を見せるだけだったら、それはねむしろ逆効果になり得るってことも、ちゃんとね考えた上でやってもらえたらなというふうには思います。というのはね、極端な話、全然儲かってないのに、そうやってね見栄を張った行動ばっかりしていると、なんかこうどこかでねアンバランスな不自然な感じっていうのは出てきちゃうじゃないですか。だからあんまり正直そういうことがね本当にブランディングだと思ってるとしたらですね、まあ、そういうところにね無駄なお金使わなくっても、まあ、本来ねビジネスっていうのはお客さんに価値を提供して、その対価をいただくっていうことですからね、まあ、少しでもですね、そちらの方にエネルギー割いてる雰囲気っていうのを出していった方が、まあ、ご自身のね情報発信としても何か無駄な浪費をしているイメージがつくよりもね、まあ、もちろんねめちゃめちゃストイックに、まあ、常にね節制していなきゃいけないとか、まあ、そんな風に堅苦しく考える必要はないし、別にね贅沢品やブランド品を買ったりね、楽しんだりとか、まあ、時にはね享楽的に人生を謳歌するっていうのもいいと思うんですけども、ただそれをやっていないと自分に価値があるように思えないとか、まあ、あるいは お客さんに自分の価値を表現できないとしたら、それは何か本末転倒な感じがしてしまうじゃないですか。でキラキラしたいね贅沢をしたりとかブランド品を見せびらかしたりとかっていうことで、まあ、来るお客さんばっかりだとしたら、それって本当にねそれがいいお客さんなのかどうかっていうことも、まあ、ちょっと考えなきゃいけないですし、まあ、さっきも言いましたようにね、本当のことからねめちゃめちゃ乖離したような表現をしていたら、まあ、いくらね SNS とか動画の時代だって言ってもですね、まあ、そこでめちゃめちゃ実態とかけ離れたねイメージ作りをしていたら、まあ、苦しくなるのは自分自身なんですよね。で特にですね、全然全く儲かってないのに、全くそれにそぐわないような消費の場面ばっかりを SNS に上げているみたいな人ってたまにいらっしゃるんですけども、まあ、それはですね、あんまりその人自身にとっても、まあ、いいことじゃないんじゃないかなというふうに思います。別にですね、本当にビジネスうまくいかせようと思ったら、まあ、お客さんはね、決してバカではないんで、まあ、ちゃんとね普段の行動として、お客さんへのね価値提供に一生懸命になっていたら、無駄なねそういう表面的な上辺の、まあ、ブランディングとかを見せつけなくたってですね、まあ、そのビジネスであるとか商品サービスの価値を感じてもらえるし、まあ、そのこと自体に本当のブランド性を感じてもらえるってことになりますし、まあ、それをね積み上げて繰り返していくことで本当のブランドができていく、本当のブランディングができていくっていうことになるわけですね。なんでここの部分がね非常に重要なわけなんですけども、つまりですねこれを一言で言うならばですね、まあこういうことですよっていうのをお話ししたいと思うんですけども、それはですね、まあ真のブランディングの意味とはっていうことなんですけども、これはね何だと思いますでしょうか。まあ確かにねブランドって言った時に、まあ皆さんねいろんなものをイメージすると思うんですけども、どんなものをね皆さんイメージしますでしょうかね。まあ、多くの人はブランドって言った時にその表面のね見えるもの、目に入る部分を、まあ、ブランドとして認識するっていうことは、まあ、確かにあると思うんですよ。例えばルイ・ヴィトンであったら LV っていうね、マークを思い浮かべる人がいるかもしれないですよね。まあ、こういうのビジュアルアイデンティティって言ったりするんですけれども、まあ、それとかメルセデス・ベンツであったら、まあ、3つのね矢みたいな感じのマークがあって、まあ、それをイメージする人もいるかもしれないですよね。
まあ確かにそこには高級なイメージであるとか上品なイメージがあったりとかして、まあブランドを感じるかもしれないんで、まあ多くの人がね、ブランディングっていうとそのマークを作ったりとか、まあかっこいいホームページを作ったりとかっていうことがブランディングだっていうふうに思ってしまう人がまあ多いんですよね。でそれはまあある程度は仕方がないと思いますし、まあ SNS でのまあキラキラね、リッチな情報発信みたいなのもまあ別にそのこと自体がまあ間違ってるわけではないんですけども、まあたださっき言いましたように、まあそれだけだったらただのそれはデザインだよっていうわけなんですよ。例えばね、考えてみてほしいんですけども、どこかのねポットでのカバンのメーカーが LV っていうマークでね、かっこいいカバンを作ったとしたら、それはブランドになるでしょうかっていうことなんですよ。メルセデスのようなかっこいい車さえ作ればそれがブランドになるでしょうかっていうことなんですよね。まあ果たしてどうでしょうね。まあ実際にはね、それだけではブランドにならないっていうのはなんとなく皆さん思うことかとは思うんですよ。まあなんでね、そういう綺麗そうな、リッチな感じさえ出せばブランドになるかっていうと、全然ならないっていうふうになるかっていうと、要するに、まあ、LV のマークの本家ルイ・ヴィトンを買う人は、まあ、そこにですね、品質クオリティが一定以上必ず得られるっていうことであったりとか、まあ、デザイン性が一定以上ね常に良かったりとか、あとそのルイ・ヴィトンがね、王室御用達だっていうね、そういう歴史を背負っていたりとか、まあ、そういうところに惹かれて、まあ、それを買うわけじゃないですか。だから単にリッチなイメージだから買うっていうことかっていうとちょっと違うわけですよね。まあ、それだけで買うわけじゃないっていうことじゃないですか。メルセデスだって同じで、表面が同じであれば、中身はねどうでもいいかっていうと全くそんなことはなくって、3つのね矢のようなマークが、まあ、保証しているものっていうのが、まあ、例えば、まあ、車のね静寂性であったりとか安全性であったりとか、他のどの車にもない、まあ、いろんな意味でのね上質さであるとかサポートであるとかっていうことも含めてね、まあ、価値を感じさせてもらえるその象徴としてのマークだと思うんですよね。だからそのマークであるとか表面のデザインだけを作りさえすればそれがブランドになるかっていうと全くそうじゃなくって、むしろですね、そのブランドの本体はその背後にあるものの方がまあ大事だっていうことじゃないですか。だからそこを作っていかない限りは、まあ、本当のブランディングっていうのはまあ完成しないというふうに思ってもらった方がいいかと思うんですよね。つまり、ブランディングの本当の意味っていうのは何かって言いますと、これはですね、まあ、結論ねお話ししますと、まあ、こちらなんですけども、真のブランディングの意味っていうのは、まあ、お客様との約束っていうことなんですよね。つまり商品サービスの提供側がお客様に対して、まあ、どういうことを約束していくか保証していくかっていうことなわけですよ。まあ、LV のマークがついているルイ・ヴィトンのカバンだったら、まあ、元々で言えばね、王様が旅行するときに持っていく旅行カバンから発生してるんで、それなりにね、丈夫さもあったりとか、それでいて、上品でっていうようなことをちゃんとね、実現しますよっていう、そういう約束が込められてたりすると思いますし、さっき言ったメルセデスであったら、安全性であるとか静寂性であるとか細部に至るまでの高級感であったりとか、まあ、そういうことをちゃんと約束しますよっていう、そういうことが、まあ、まあそういうマークとか、まあ、デザインにも込められているわけですよね。でもともとこのブランドっていうのが、どこから生まれたかっていうと、まあ、食肉用の牛を出荷するときに、まあ、お腹にこの夜勤をね昔ジュッとしていって、まあ、それでねこの牛はねすごく大切に育てられた、まあ、品質がしっかりしたねそういう牛ですよっていうのを表したと、まあ、それが元らしいんですけれども、なんでね、まあ、ブランドっていうのはお客様との約束をね表現するものですし、それをねお客様との間で、まあ、共通理解として作っていくとか育てていくっていうのが、まあ、本当のブランディングなんですよね。なんで、まあ、こういう理解を最初にね、ちゃんとしておくことが、まあ、本当のブランドを作っていく、ブランディングをしていくっていう上では、まあ、非常に重要なことになるわけですね。で、これを踏まえた上で、で、じゃあどういうことをね、突き詰めていったら、本当のブランディングができていくのかっていうね、その作り込みの部分をね、次にお話ししたいと思うんですけれども、で、それはね、こちらになるんですが、まあ、3つのポイントにね、まとめてみましたけれども、1、専門家としてのポジショニング、ステータス、認知、ネームバリュー、納得感。2、絞り込み、エッジ、独自性。3、クオリティ、質感ということになりますけれども、
まあ、ちょっとね、順番にお話ししますと、まあ、1のね、専門家としてのポジショニング、ですけれども、これはね、よくブランドの話が出てきたときに言われることかもしれないですけども、まあ、専門家としてね、この人は、何が専門家で、まあ、この人といえばこれの専門家だよって、こう、一発でね、お客さんの頭の中でイメージがね、浮かぶっていう、いうことが、まあ、ものすごく大事になってきます。誰々さんって何やってる人とか、どこどこの会社は何やってる会社なのっていうのが、全然まるでピンとこないとか、まあ、説明してもね、どうもいまいち何をやってるのかわからないみたいなことだと、まあ、これはなかなかですね、ブランドにはなっていきにくいわけなんですよね。だから、まず第一歩としては、ブランディングしていきたい、その方であったりとか、その会社があったとしたら、どういう分野の専門家なのか、まあ、その分野の中でも特にどういうことで際立ったね、特徴を持っているのかっていう、この辺が、まあ、大雑把にでもですね、まあ、すぐ分かるというか、分かってもらいやすい状態を作っておくっていうのは、まあ、非常に重要だと思います。まあ、例えば、まあ、これはね、誰でも分かると思うんですけども、まあ、あえてね、例を出すならば、まあ、例えば、ルイ・ヴィトンが高級なね、ファッション性のあるカバンだけじゃなくって、カップラーメンも出していますよとか、まあ、介護保険も扱ってますとか、ジェラートも実は出してますとか、殺虫剤も販売してますとかって言ったら、何の会社だかだんだん分かんなくなってきますよね。なんで、まあ、はっきりね、自分のところはこういう分野でね、勝負しているっていうのを、まあ、ある程度絞り込む必要ありますね。これ、まあ、2番で言ってる絞り込みっていうね、部分でもありますけれども、そういうのをしっかりね、打ち出していくことで、世の中の人にも認知されやすくなりますし、もしね、そこまでまだ認知されてないとしても、まあ、これからね、認知してもらっていくんですよっていう段階だとしてもというか、まあ、むしろそうだとしたら、よりそうなんですけども、うちはね、これこれをやっているところなんですよ。まあ、ここの部分が強みなんですよっていうのを、まあ、しっかりね、伝えていくっていうことが、まあ、非常に重要になると思います。まあ、で、そういうふうにね、わかりやすく伝えていくっていうことを繰り返していくことで、まあ、結果的にですね、ここでステータス、認知、ネームバリュー、納得感って言ってますけれども、誰々さんといえば、ここの分野の専門家なんですねっていう、で、立派な活動をされているんですねっていうことで、認めてもらったりとか、認知してもらったりとか、あるいは、それだけね、ちゃんとした活動をされているんだったら、まあ、ぜひね、一回、サービスを受けてみたいっていうふうに思ってもらえたりとか、商品買ってみたいと思ってもらったりとか、いうことが生まれてくると思います。で、ちなみにこういうふうに世の中でね、認めてもらうためには、やっぱり実績っていうのが大事ですよねっていうふうに思う人は多いと思いますね。実際ね、この実績がある場合は、まあ、ものすごくね、これはアドバンテージになりますね。その専門家として、まあ、これこれこういう実績がありますよっていうことがあれば、まあ、それはもう、まあ、どんどん出していくことで、ステータスも認知もネームバリューも、そして商品サービスを買うっていうことについての納得感も持ってもらえますし、まあ、一番早いわけですよね。ただもしこれから認知を広げていくっていう段階で、それほどね、ものすごく大きなね、実績があるわけではないっていう場合も、まあ、あんまり実はね、そんなに焦る必要はなくって、まあ、実はね、いくらでもやり方があるんで、まあ、ここはね、安心してほしいんですけれども、それはまあ、なんでかっていうと、まあ、ちょっと思い出してほしいんですけども、まあ、さっきも言いましたように、まあ、本当のね、ブランドの意味っていうのは、お客様との約束っていうふうにお話をさっきしたと思うんですけれども、その約束さえですね、お客様と、できればですね、まあ、必ずしも過去の実績がものすごい必要っていうのは、実を言うとないんですよね。まあ、少しの実績しかなかったとしても、それがですね、お客様にとって、問題なければいいというか、お客様がその少しの実績でも、この人はね、ここの分野に関しては、他の人よりもね、情熱を持って取り組んでいるであるとか、まあ、責任感を持って取り組んでいるであるとか、まあ、使命感を持って取り組んでいるであるとかっていうことで、他とは違うね、価値があるなっていうふうに思ってさえもらえればですね、それはですね、ブランドとして認識してもらえるっていう可能性はかなりね、あるわけなんですよ。まあ、いくらですね、歴史とか過去の実績があるブランドだとしてもですね、何年何十年って続けているうちに、まあ、初心を忘れてね、まあ、誠実なビジネスであるとか、前向きな取り組みであるとか、まあ、今の時代に合った価値提供とかができなくなってしまっているなんてことって山ほどあるわけですよね。まあ、つまりブランドが形骸化しているなんてことって世の中にはいくらでもあるわけなんで、大事なのは、まあ、今とかこれからもそのブランドとしての
約束を果たしていけるのかどうかっていう、ここを、まあ、お客様に納得してもらえるかどうかっていう、そこの部分が、まあ、専門家としてのね、ポジショニングを、まあ、強固にしていく、まあ、ブランドを確立していくっていうことにつながってくるんで、まあ、ここはね、非常に重要なポイントだと思います。で、そのためにはですね、まあ、2番のね、絞り込みっていうのは、まあ、さっきもね、すでにちょっとお話ししましたけれども、自分はね、ここの部分だったらちゃんとね、約束を果たせる。ここの部分だったらしっかりで価値提供していける。まあ、他のね、ライバルであるとか、近い分野の、まあ、専門家とか、まあ、類似のね、サービスを提供している会社とかと比べてですね、際立った独自の価値っていうのが提供できますよって、こういう約束がしっかりとできさえすれば、お客様はね、そこにブランドっていうのを感じてもらえるっていうことなんで、しっかりね、そこの強みの部分に絞り込むっていうのが、まあ、すごく大事になってきますね。このエッジっていうのは、まあ、際立たせるっていう部分ですけども、その魅力をね、際立たせていって、まあ、他にはない魅力っていうのを打ち出していくっていうの。これを、まあ、常にね、やっていくっていうことで、まあ、ブランドっていうのは、まあ、維持されていくし、発展していくことができるっていうことですね。まあ、で、最後の3番なんですけども、これはですね、まあ、クオリティ質感って書いてありますけども、まあ、その1と2のね、ことをやっていったときに、それを表現するために、まあ、中身の充実とともに、まあ、外側のね、デザインであったりとか、メディアでね、情報発信していくときの品質感であったりとか、そういうものも、まあ、最終的には重要になってくるっていうふうには思いますね。で、さっき言ったね、1、2っていうこの、まず大前提があって、それをですね、商品サービスの中身、でも実現していくし、目に留まりやすいね、表面の部分のデザインとか、広告の表現とか、まあそういうところにも活かしていってほしいっていうことなわけですけれども、まあここまでお話ししていきますと、だいぶね、理解していただけてると思うんですけれども、まあ多くの人がね、ブランドって言ったときに、まあ頭に浮かぶのは、看板のね、一番最後のところでやっと出てきたデザインであるとか、広告表現であったりとかっていうことなわけですよね。で、それを、まあみんな頭にすぐに浮かべるんで、まあそこだけきれいにやったら、まあそれがブランディングだと、それがブランドだというふうに、誤解しているっていう部分があるんですけども、これって最後の最後にこれをやっていけばいいことであって、それ以前にですね、考えておいたりとか、取り組んでいくべきこととかっていうのが、まあ結構あるっていうふうなことなわけですよ。まあこれを抜かしてしまって表現のところだけ、やっていたら、本当のね、ブランディングっていうのはできていかないっていうこと。今日の話ね、ここまでね、聞いていただいた方は、まあ、すごくね、よく分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、これから、ビジネスをね、大きくしていきたい。まあ、いいお客さんをね、引きつけるような素晴らしいね、ブランドを作っていきたいっていうことであれば、まあ、今日の話をね、ぜひ、取り入れていただいて、まずね、本当のブランディングの意味っていうのは、まあ、お客様との約束だよっていうこと。それから、まあ、それをね、実現していくためには、このね、3つのポイント。まあ、1、専門家としてのポジショニング。2、絞り込み。3、クオリティ質感っていうね。まあ、この辺のところをね、しっかり、抑えていけば、必ずね、いい結果が得られると思いますので、ぜひですね、取り組んでみてもらえたらと思います。それではですね、今日はこの辺までにしたいと思います。今日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。はい。菅井浩二の YouTube チャンネル、まだ登録してないという方は、右下のね、赤いチャンネル登録ボタンの方を押して、今すぐ登録しておいていただけたらと思います。まあ、その隣のね、お知らせのベルマークの方もね、ぜひクリックしておいていただけたらと思いますのと、今日の話がね、良かったよということでしたら、ウェブマークのね、高評価ボタンの方もぜひ押していただけたらと思いますし、まあ、コメントなんかもね、いただけたら、めちゃめちゃ励みになりますので、ぜひですね、書き込んでいただけたらと思います。まあ、それから僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報、まあ、集客やね、売上アップを実現していく大事なお話をどんどん配信していますので、下の概要欄の方にメルマガ登録フォームへの URL がありますので、そちらの方からね、ぜひ登録しておいていただけたらと思います。今登録しますと無料の動画講座の方もプレゼントしておりまして、集客やね、売上アップを実現するための大きなヒントを公開していますので、そちらもね、お楽しみいただけたらと思います。あとですね、LINE 公式の方でも気軽な感じの情報配信をどんどんしていますので、下のね、概要欄の方に LINE 公式への URL がありますので、そちらの方からね、ぜひ登録しておいていただけたらと思います。それではですね、今日もご清聴いただきまして、ありがとうございました。